はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森夫チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、医学の正しい学習方法と、えー、必要な知識について分かりやすく解説をしています。えー、今回は、第三章循環障害の5、えー、出血と出血傾向イコール出血素因。その A、出血と、その B、出血傾向イコール出血素因がテーマです。えー、今回の目標です。 出血とそれから出血傾向イコール出血素因を説明できるようになりましょう今回の内容です最初に出血とは何かについて説明し次に出血傾向イコール出血素因について出血あ説明しますそして出血傾向にねとっても重要な止血の基準について説明をしていきます出血とは血液の全成分が血管外に出ることを言います 細胞成分である赤血球白血球血小板とそれから血小の部分ですねそれが血液の全てですけれどもその血液の全成分が血管に出ることを出血と言いますやっぱり皆さんがね思い浮かぶ出血とは怪我をして血管が切れて出血するということだと思いますけれどもそれは外傷などによる血管の破綻による破綻性出血と言います。 えー、採血を、ね、血液検査で採血をしたときに、えー、注射針、採血針を抜けば、ね、その血管はもう傷ついてますから破綻性出血が起こるわけです。えー、それではその血、ね、出血をどうやって止めるかということは当然説明できないといけないということになります。えー、はっきりした血管壁の破綻がなくても赤血球が漏れ出す 漏出性出血というものものあります出出性出血は毛細血管の内皮細胞間の理解によるものでつまり内皮細胞と内皮細胞の隙間が広がってしまったことによってそこから出血しているということなので炎症の際の出血それから大切なのがビタミン C 欠乏による解血病この2つを覚えておきましょう。 出、はい、出性出血ののイメージの図ですよね。明らかに血管には傷ついていないんだけれども毛細血管の内皮細胞と内皮細胞の隙間が開いてしまいそこからえ血液が漏れ出ています、はいえー、出血傾向を理解するためには、えー、出血を止めようとする仕組みイコール血液凝固機構イコール止血機構を知らなければいけません この止血機構の異常により容易に出血したり、えー、一度出血してしまったものの止血がなかなかできない止血が遅延することを出血傾向または出血素因と言います出血傾向と出血素因は同じことですこれから説明していく止血の基準のどこかに異常がある場合を出血傾向というと必ず理解して覚えてください はい。まず、止血の基準です。それでは、採血をした血管をイメージしてください。まず、第一段階は、血管が収縮します。血管が収縮すると、その収縮したところ、血液の流れが渦を巻きますから、血流速度が低下して、血栓ができやすくなるんです。え図にすると、こういうことですよね。血管が収縮していますから、ここはうまく血液が流れることができません。 血液がうまく流れることができないということは血流速度が低下しているということになります。そして血栓ができやすくなります。はい、えー、病院で採血してもらったことありますかそうするとそこを押さえておきましょうと言われますよね。血管を抑えるとどんな効果があるんでしょうかそうです、血管を潰して血流速度を低下させて血栓を作りやすくするという効果があるわけですね。 はい。止血の基準の2第2段階です、えー。損傷した血管壁に抗原、えー、繊維の部分が露出します、えー。その部分に血小板が付着して、血小板血栓ができます。つまり血小板の蓋ができるわけですよね。えー、ここまでを一時止血といって、一般的には3分以内で起こることになります。 はい、そして止血の基準の第3段階が血液凝固系と言われるものですえ血液凝固系が活性化されて、えー、二次止血が起こります、えー、血液凝固系のスタートは損傷した血管から出てくる組織因子ですこの損傷した血管の組織因子が出てくることによって血液凝固系が開始されますはいえー 血液凝固因子は、えー、ローマ数字で、ね、書きますね、えー。全部で12種類ありますけれども、えー、大切なものの名前は覚えなければいけません、えー。血液凝固因子の2番をプロトロンビンと言います、えー。これは今でも皆さんの血液中に流れています。けれども、仕事をしてないんですね。仕事をしてない状態は不活性と言います。 その血液中のプロトロンビンが仕事をする状態、活性化されるとトロンビンになります。この図を見てください。プロトロンビンが活性化してトロンビンというものに変わっています。はい。そうすると、血液中には、凝、え、固、ー、因子の一番、フィブリノーゲンというものも流れています。 このフィブリノゲンも普段は不活性な状態、仕事をしない状態で流れているわけですけれども、えー、プロトロンビンがトロンビンに変化したことによって、そのトロンビンによってフィブリノゲンが活性化されて、フィブリンに変わります。このフィブリンを日本語で書くと、線イソと言います。はい、この図を見てください。 フィブリンイコール繊維素が結晶板、白血球、赤血球を絡めて硬い凝固血栓を作っています。これが二次止血です。そうですね。フィブリンは繊維ですから、繊維は細胞成分を絡めて、そして固めてしまうというイメージを持ってください。これが凝固血栓です。そして二次止血が完成しました。はい、えー、その後ですね、えー 当然、えー、傷ついた破綻した血管壁の損傷は修復されますそうするとそこに血栓が残ってたら邪魔ですよねその血栓を溶かすのがフィブリンを溶かす系繊維素溶解系略して専用系になりますもちろん専用系も普段は仕事をしていませんけれども専用系が仕事をするように活性化されて血栓を溶解して この図のように元の血管に戻るということになりますえさあこの止血の基準が異常になった出血傾向にどんな病気があるのかっていうのはまた次回に説明していきたいというふうに思います医学には正しい学習方法がありますそれはラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD です LTD は記憶の三原則に適した学習方法です LTD をするとあそういうことかとたびたび思うことがあってそのように理解することを記名と言います記名した内容はまた LTD で人に説明しましょう早期の訓練をすることになるので長期記憶に変わっていきますこれを保存されると言いますどのぐらい保存されているかというと試験の時に思い出せて国家試験の時に思い出せてそして臨床現場でも早期できるようになっているわけです はい、過去のハリシュキューシの国家試験問題に血液凝固因子はどれかという問題が出ていました。これはもう血液凝固因子のプロトロンビンとかフィブリノゲンを覚えておけばできる問題になります。答えはフィブリノゲンです。はい、えー、過去の看護師国家試験問題に血性に含まれないのはどれかという問題が出ていました。実は血性とは何かが説明できないといけないんですけれども、血性とは 血液中の水分である結晶から血液凝固因子を除いたものが結成なんですね。ということを知っていれば、えー、血液凝固因子を探せばいいだけの問題になるので、えー、やはり5番のフィブリノゲンであるということが分かります。はいえー、医学には正しい学習方法があります、えー。今回の学びは皆さんの役に立ったでしょうか 役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。